高坂がその検査行き始めたじゃない。はいはいはい、はい、人間ドックね。人間ドック、俺前回胃カメラをやろうとして、はい、ちょっとミスがあって結局できなかったんですよ。ほう、でそっからずっと怖いながずっとあって、うん、でも頑張って行ってるわけだから、うん、もうやっぱ俺も行かんな、あ行かなあかんなってことで行ってきました、うん、胃カメラ、はい、そこはあの鼻からだったんですけど。ああ鼻タイプだったんだ。鼻タイプで鎮静剤とかなしで、だからもう鼻に麻酔だけ。そのまま行っちゃうんだ。そのまま行くやつで、もうとにかく苦しくないとこがいいから。はい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 、はい、めちゃくちゃ調べて、で前回それで失敗しちゃって。あ失敗しちゃったんだ。そう。で内科に行ったんですよ。はい、まず、はいはいはい、でまず血液検査とかいろんな検査しばらくしなかったからしてもらって。じゃあやっぱ胃カメラしましょうかってやっぱ結局その流れになっちゃったんで、うちではできないんで紹介しますよって言われたその病院、あのめちゃくちゃうまいからって言われて、そうなんですねって言って、で一応 Google で調べたんですよ、はい、そしたら星が2っていうまずいね。 Google マップの病院の評価ってやたら低いよ、やたら低い、やたら低い、間いつなんだけど、まあ星2とはいえ行かなきゃ、とにかく不安だしっていうので、まあ、ついにその当日になって、もうやっぱめっちゃ怖いわけよ。怖いね。もうでそれで、あとその喉傷つくって話も聞いて、あーねー、そう、もうダメじゃんね。特に影響嫌だなと思って、でそれで行ったんですけど、朝8時ぐらいに行って、そしたら誰もいないんですよ病院。そしたらあのごめんくださいって言ったら、奥からまあ初老の男性が出てきて、はいはい、で、あじゃあこっちどうぞみたいな。もうなんか本当に。なんか問診票も簡単に書いただけで、うん、なんか看護師さんいないの。いないいない。まあちょっとちっちゃめのクリニックだったんだけど、はいはいはい、でそのなんかその男性に連れて行かれて、うん、なんかいろんな機材はちょっとまだ、はいはい、病院がそのオープンする前の時間を使って胃カメラをしてるとか。へえ、それ以降の時間は胃カメラはしてない。知り合いの病室行くみたいな、なんかそんな感じだから、いろんな、だから開店前だから、なんかちょっと置いてるのがいっぱいある部屋に行って、でも寝そべるベッドだけあんの、うん、でここに寝転んでって言って、じゃあ行くよって言って、もうもうすぐに、もうすぐ、はいはい、えなんかあ ないですか他に、言ってたら、いやもう今からやるよって言って、さじゃあ寝転んでって、でそれでしばらく麻酔効くの待って、で目の前からあの大蛇が出てきて、はいはいはい、いやだろ、まあ、でもちっちゃい買ったよ。いやでもね、ワイの大蛇と喉は太いって聞いた。だけど俺にはやっぱ大蛇見えた、同じように大蛇見えた。恐ろしい。もうこんな感じで持ってきて、でそれうわ無理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 ってなって、ちょっと軽くパニックになっちゃって、はい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 、もういや大丈夫だから大丈夫だからって、もう大丈夫だからちょっとだけだからみたいな感じで先だけ怖い怖い怖い、大丈夫もう一瞬だからさ入れて、で怖いどんどん入ってくの、おずるずるずる、大丈夫だろって言って、何にもないの。おい、すごい、え今入れてますって言ったら、いや入れてるよ、今あの食堂超えたから、写真撮ってます、うん全部撮ってるよって、すごいかっけ、めっちゃ早いの、カットハンドだな。その間俺顔動かせないから、え何が起きてますえ喋っていいですか、これ、あ喋っていいよって、ずっとこうなってて、喋れんだね、喋れる、入れないからね、そっか、すごい、絵付きがゼロだったの、すごい、ゼロ、じゃあここなんだきついの。なんか言ってた、その結局喉からって何がきついって、入れてる最中ずっとその絵付く部分に触れてるから、はい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 、当たるからね、鼻ってそこを完全に触れない、すり抜けるから、なるほどね、なるほど、触れない部分がずっとこういってって、あじゃあ今天井見るねとか、でそれで今見えるこれなんか液溜まってるでしょって、そのカメラやる前に飲むの、あ、ね、はいはいはい、見やすいようになるための薬を、でその池みたいなのが溜まってて、でこれ今から吸うからってさーって吸って、あ吸い終わったよって、あなんか赤いのがって言い出して、どうえって言ったら、うん、その吸う時にスコープの跡がついちゃって、あ、はいはいはい、でその時俺まだ怖かったから、うん、えこの赤いのなんすかって、いやこれはね、これ内視鏡のキスマークだうわあ、初老のジョークだ俺それまではっはっって言ったのがキスマーク
そう、ドサメしてるじゃん。ドサメしてそっからずっと静かになっちゃった。変な空気になっちゃったじゃん。もう今から12章行くからねって、もう終わりだもう終わりだっつって、もう余裕なの、もうなんか冷めてるからで全部終わって、本当にマジで一時たりとも痛い時がなかった。いいなー、それやっぱ鼻からがいい。ちょっともう全然あの紹介したい。いや行きたい、行く時全然大丈夫、絶対行きたい、うん、私はできれば鼻からがいい。鼻と喉の違いってなんなん。全部鼻で。どっちもやってないから何とも言えないけど、喉に入れんのは多分こいつの話から察するに太い、うん、太いよ、太い太い。でやっぱりここに反射出そうとする期間があるから、そこを通り過ぎて直接食道に行ける鼻は、うん、やっぱその反射がないのはすげえ強いと思う、うん、あ、それが辛いんだよ。カメラ全部鼻でいいべじゃん。でカメラの質が昔は喉の方がその太い分良かったわけ。良かったし、見つかった時に、うん、あの結局その場で治療ができた。その場で切れるからね。で鼻は今でもできないんだけど、それは、だけどそれ以外のことは全部できるから。なるほど。画素数もで、その病院は去年もう新しいのしたばっかで、もう綺麗に全部写真撮れて、いいやつなんだ。あの胃カメラはその、まあ、自分 の, その手前味噌の話ですけども、あのでかいからいいというわけではない。そのカメラも病院も、うん、すごい最新機械のカメラ持っててもその人の腕前がいまいちだ。やっぱり腕なんだ。痛い。なるほどね。あ、じゃあうち腕はいいわ。あ、腕がいい。じゃあいい人なんだろうね。だからそういうのもあるから、確かに俺めっちゃ調べたんですよって言ったら、いやまあうち来ればいいよみたいな。うわかっこいい。キスマークつけてくれ。おい星にはやっぱキスマークが、キスマーク誰かと思ったっていう人が。そうだから一緒にこうやって写真見てる時も、あ、これはさっきのキスマークだねって。気に入ってる。内視鏡のキスマークだ。手応えあった。それ気に入ってんだな。ちょっと気に入ってるみたいな。多分どっかで当たったんだろうな。だって吸うもんね。だって液体を吸うから後からチュッてね、こう当たっちゃう。あとついちゃう。いや鼻からにしよう。来年は。ちなみにめちゃめちゃ綺麗でした。あーよかった、よかったよかった。もう全然大丈夫って言われて、よかったよかった。いやもうぜひやるときはあのそこ行くといいよ。いや教えて、教えて、紹介してください。全然紹介しますよ。本当に一瞬で、しかも3分ぐらいで終わったので俺 YouTube のその胃カメラの動画めっちゃ見すぎて、うん、もうサジェストが全部痛めてもう怖いから、もういろんなとこ見てるからね。もうめっちゃ怖いってなって、でもみんな涙流しながらとかさやるわけよ。あ、そうだね。涙出る、ね、出る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 。鼻水ぐらい終わった後、はいはいはい、麻痺して。いやそれなら全然いいよ。いやめちゃくちゃすごいね。だからその開店の時間、開院の時間になって、そのいろんな人たちが、地元の人がわーって来て、で看護師さんたちも来るんだけど、なんかね空気がめっちゃ良くて、あ、雰囲気いいんだ。雰囲気めっちゃ良くて、あ、やっぱもう実際に足運んでみんと分からんわ。うん、いやでもやっぱりお医者さんからの紹介がもう間違いない。いや間違いなかった、間違いないのかもね、うん、行った方がいいね、うん、やっぱ、うん、安心を買いに行きましょうね、うん、今年もやります。楽しくラップをいっぱいするライブ、ラップをしまくります。水上先生に書いてもらいました。最高の楽しい日にします。